私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はこの曲から。詐欺から東大見市のおじいさんおばあさんを守れ。ラスボスさん騙されんといて、リサイタル東大見市編。今滋賀県では特殊詐欺が多発中。2014年の被害総額は5億6600万円。2015年も被害がどんどん広がっています。このままではますます滋賀のおじいちゃんおばあちゃんが危ない。そこで安野さん、特殊詐欺防止の啓発のために、12月6日ショッピングプラザアピアで安野さん騙されんといてリサイタルを開催することに。いざその告知のため、今日も東大見市を歩きます。こんにちは。おお、ほんまや。柔らかいで。ありがとう。おお。なんか頭皮が柔らかかったら抜けへんって言うんやけどな。あんま関係ないみたいわしの場合。こんにちは。こんにちは。元気やな。元気ですよ。あ、元気ですな。うん。今日ここ歩いてんねんわ。飛んで飛べるで。警戒やろ。これが限界。うん、そんな感じやな。鳥やのに。うん、そういう鳥や、おるやろ。あ、まあ、おるな。ペンギンみたいな。そう。でも警戒で、こんなダンス踊れんの。あ、見てへんよ。そう。あ、みんなも結構いける口やん。ダンスバトル。みんなやるな。やっぱりもう秋から冬に移りかけて、こうススキとか綺麗な、これ。おお、なんか足音が聞こえてくる。春の足音かな。まだやね。あ、こんにちは。久しぶり。久しぶり。あ、さっきぶりやな。握手してください。あ、こんにちは。気持ちいい。また気持ちいい。D ボタンって何のボタン？ダンディボタンやんな。知ってるがな。やんな。知ってるな、やっぱり。やっぱり。ダンディボタンや。やっぱりわしを CM に起用してよかったんじゃない？そうや
な。そうやな。よかったな。もうダンディボタンもみんな知ってるで。そんなって押したらな、髪の毛もやばいね。あ、みんなで押そう。D ボタン。浸透してるね。いや。うん、もう来年はもう 4K テレビとかの CM しちゃってるかもしれないね。それしてや、絶対してや、絶対してや。ハードル高いわ。その時に歌があったんだな、またな。そうやな、その歌も覚えるわ。みんなで見よう 4K テレビ、うん、それでもいい、それでいいよ、それでいいよ、それでいいよ。いや、ノリエな、みんな、うん、今な、防犯の啓発に歩いてんねん。知ってる、防犯って。オレオレ詐欺とか。ああ。みんなリアクションやな、毎回ついてきてくれへん。いいよ、こんな反応やな。いや、遠い、遠い、格好あるから。あ、そうか、格好休み、休みだよ。そうやな。3、はい。人間と電話一本詐欺のもと気付けてー。イエーイ。応援ありがとうな。はい、うん、ほな、行くわな、ありがとう。なんやこれ、なんやこれ。バイバイ。バイバイ。なんちょ、待って、なんちくん、なんちくん、この子を散らすようにな、こういうことやな。一斉に晩御飯の時間決まってんのかな、みんな。このぐらいの方が雰囲気でな。リンリンと電話一本詐欺のもと。せやけど、ここら子供ちゃんがえらい元気なところやったな。すごいです。外で遊んでるって珍しいですね。やっとわかったわ。はい、小高里町は子供ちゃんが高ぶっとるから小高ぶり町なの。ああ、なるほど。すごい、うまいですね。謎解けたわ。ほら、見てみ。おいしょ、えらい暗なってしもた。それでは一曲、特殊詐欺を防ぐため、安のおっさん、心を込めて歌います。恋の救急トレイン。普段のあなたなら騙されないわ。だけど誰でも追い込まれたら別でしょう。事故とか首とか裁判逮捕。あなたの心が狂々になっても止まらない。それが相手の手口よ。それが詐欺の手口よ。会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。すでにたくさんの投稿をいただきました。この番組でも県民から寄せられた会ってくれてありがとうと言いたい企業やお店を紹介してきましたよ。あなたの周りにもありませんか？会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。ぜひご紹介ください。宛先はこちら。
Facebook でも紹介しています。運動はスポーツ中継見てるだけ。そいつはまずいよ、自堕落体操。脳の生活習慣病、体がパンクする前に運動で予防しよう。塩辛いものが好き、そのくせ甘いのもいける口。ウォーキングするって靴を買っただけ。食べ過ぎまずいよ、自堕落体操。やだやだ生活習慣病。ズボンのお尻が8切れる、あら8分目だよ。夜更かししちゃうのよ、ずるずると。中につまみ食い、目覚ましが鳴っても起きれず、あちこく朝ごはん抜きなんて血だらけ体操。もうダメ生活習慣病。人生まだまだこれからよ、健康診断に行こう。毎年検診に行こう。大丈夫？自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。今日のエンディングはこちら。この星の下にいても、僕が誰かは僕が決める。ロックスグループがどんなでも、僕が誰かは僕が決める。レギュラー外れて補欠でも、僕が誰かは僕が決める。君への愛が届かなくても、僕が誰かは僕が決める。星屑みたいな人生が10時間でたった3日で通り過ぎるとしたら、僕が利用したいかは僕は知れる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。